で言葉っていうのがね、言葉はイロハですけど、光の透明の波って書いて、これが言葉ですし、これをか数字に変えたら言葉ね、だからこういう数字にも変換できる日本語ってね、やっぱりなんかね、何か秘密がすごくあると思うんですね。で、言葉は振動となって広がっていきますし、波になって広がっていきますし、やっぱそれってすごいなんかね、こう感覚、その感覚をつかむ、見えない振動をつかむとかね、このあの人が本当のこと言ってるんやろうかとか、それさえもね、言葉の、ね、熱の中にどれだけエネルギーがこもってるかっていうのがね、あ、まだ嘘言ってるわとかいうことでも言葉一つで分かりますもんね。その目とその人の言葉使いでね、あ、もう適当なことお世辞言ってるわとかね、それさえも分かってしまうので、言葉の魂とかね、言霊がつくっていうのはね、しっかり勉強したいと思っています。で、その言霊学っていう学も、数玉もそうなんですけど、体系づけられたのは江戸時代、戦争が終わって、で江戸の学者がね、やっぱりその古事記やとかそれを研究し合った人たちの中にね、江戸の学者さんたちの中にいっぱい解明しようとして、いろんな山口指導とか中村光道とかね、いろんな人たちが言霊学を体系付けた本がね、出てるんですけどね、ものすごく難しいね、それが。またお値段も高いしね、その書いてある言葉もね、古い言葉で書いてあるので、なかなかそれが現代語訳っていう本もこの頃ちょっと8万書店が出してはるのかな、でも2万も3万もするんでね、復刻版でね、復刻版で出てます、うん、だからね、その、直感でまず頭の中に降りてくるひらめき、神様のひらめきっていうのを、それをね、やっぱ音にして外に出さないと、その人に何が降りてきたかわからないじゃないですか。で、そういう霊能者とかもいっぱいいるんやけど、その降りてきた神が本物か何か、それもね、難しい、それも見極めるのが大切なことで、そのためにまあサニバってね、これが本物かどうかって見極める人が一人いるんですけどね、まだまだね、日本のね、そういうことってね、深いなっていうかね、思っています。それで、ビゲン先生はね、特にその、まあ、数玉に特化してね、こういうことを研究されたんですけれども、ビゲン先生はいろんな会社の名前とかそういうのをね、この数字に置き換えて研究されたり、それからいろんなその占いも数字で立てておられました。で、そのもう一つ、私がね、これはメモ書きで書いてあってね、ビゲン先生の言い張ったことで、風玉で占い張った時にね、2025年にね、今の皇太子殿下がね、世界のトップに立つから、うん、で、その時まだ雅子さまとも結婚してはれへんよ、うん、で、まあ私たちじゃ頼んない頼んない皇太子様やったやない、うんうん、でまさかと思ったらね、去年ね、それノート見たらね、書いてあん、2025年よ、3年やな、今もでもなんか、ずっと今衰退してるような、目が湧いてるような、大丈夫かな、ああいうのギリギリまでそう、だからね、私、これはね、まあ、あとね、3年経てば分かることで、うん、なんか世界の状況を見てたらね、うん、日本がしっかりしなあかんってみんなが言ってるやん、うん、でもね、うん、日本人ものすごくもうね、もう目の敵にして潰されてる中でね、やっぱ皇室の存在ってね、どうなるんやろうと思って、私はもうすごい注目してる、まあ本当にいろんな各国の首脳がバタバタみんなほら、うん、ね、やめたり、うん、
ドイツもフランスもね、もういろんなことで、アメリカもそうだし、だからね、やっぱりその世界のリーダーになれる国ってね、あや、そのずっと一度もどこにも侵略されてない国、日本がね、生き残ってる意味がね、あるん違うかなっていうのすごい思う。これは一つの謎。